窓を開ければこちとら江戸っ子マクラーレンチームをスポンサード。マークは小さく火曜日発売。窓を開ければ鼻毛は抜いたし生きててよかった。人生苦もありゃ気だるい午後にはどいつもこいつもこちとら江戸っ子。バカ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 。ワンレンボデコン。火曜日発売。少年ジャンプも読みすぎて。北斗の拳読むまではこんなじゃなかったんだ。可愛かったんだよ漫画家の先生よ。こっちはまだ4年前の体なんだよ。責任取ります。少年ジャンプも読みすぎてこいつったらすっかり性格がキャプテン翼しちゃってんの。寒い。少年ジャンプも読みすぎてうちの店のあけみちゃん口が筋肉マンになってからお客さんに受けちゃって。あけみ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 あそーれあけみぶっちぎりだぜ週刊少年ジャンプ。北斗にドラゴンか強いね。おお翼筋肉ドキドキするよ。ま強力連載人だね。さすが町一番の人気者週刊少年ジャンプ。1990年のマクラーレンはコンストラクターズチャンピオン、そしてセナもドライバーズチャンピオンに輝いた。見よマクラーレンホンダのマシーンを。 F1 とともに来年もジャンプは突っ走る。年の初めはジャンプスペシャルテレフォンカード応募者全員大サービス。ドラゴンボールに F1 など80種類の中から選べるんだ。絶対にもらえるからすごい。新年午後から応募できるぞ。週刊少年ジャンプ1月5日発売。この番組は集英社の提供でお送りしました。